ティム・レインズことティモシー・レインズはアメリカ合衆国フロリダ州セミノール軍出身の元メジャーリーグベースボール選手。ウトリョーダ。ニックネームはロック。通算808盗塁は MLB 歴代5位。2017年にアメリカ野球伝道表彰を受けた。1977年の MLB ドラフトでモントリオールエクスポズから5巡目で指名を受けて契約。 1979年9月11日にメジャーデビュー。当初は二類種としても起用されていたが、瞬速を生かして外野種に転向。50日間に及ぶストライキでシーズンが中断された1981年には88試合の出場で71盗塁を決めて初のナショナルリーグ盗塁王を獲得。以後1984年まで4年連続で盗塁王を獲得。 ビンス・コールマンがデビューした1985年以後はタイトル再獲得はならなかったが、1986年まで6年連続で70盗塁を記録。1986年には打率334で首位打者を獲得し、シルバースラッガー賞にも選ばれる。その年のオフに FA となったが、当時各球団のオーナーが共謀して、 高額 FA との契約を避けたため、獲得に名乗りを上げる球団はなく、旧所属球団との交渉期限を過ぎたため、それが再び認められる1987年5月1日に、エクスポズと再契約。復帰初戦では、延長10回表の決勝満塁本塁打を含む、4安打4打点と活躍。この年出場した、MLB オールスターゲームでは0から0で迎えた。 延長13回表に、熱戦に終止符を打つ、決勝2点タイムリー3塁打を打って MVP に選ばれた。1991年に、ジェフ・カーター、マリオ・ブリトーと共に、シカゴ・ホワイトソックスに移籍。1993年頃から徐々に投塁数が減り、1996年に、ニューヨーク・ヤンキースに移籍後は、出場機会も減った。 1996年と1998年にはワールドシリーズ優勝を経験。1999年にはオークランドアスレチックスに移籍。2000年は2月にヤンキースと契約したが翌月に解雇。シドニー五輪アメリカ代表の選考の際に名前が上がり注目されたが選出されなかった。一度引退を決意するが、 当時ボルチモアオリオールズ参加に所属していた息子、ティム・レインズ・ジュニアとのプレーを目指し2001年にエクスポズで現役復帰。同年10月1日に息子がオリオールズでメジャーデビューし、ケングリフィー・ジュニア、ケングリフィー・ジュニア親子に次ぐ、史上2組目の親子同時メジャーリーガーとなった。2日後の10月3日に父・レインズがエクスポズからオリオールズに移籍し、 シーズン終盤の数試合、親子同時出場が実現した。翌2002年に、故郷フロリダのフロリダマーリンズで1年間プレーして、現役引退。現役引退後、2003年は、エクスポズサンカードバンスド A 級のブリバードカウンティの監督に就任。2004年から2006年までホワイトソックスのコーチを務め、2005年には一塁ベースコーチとして、 チームのワールドシリーズ優勝に貢献。2007年はナショナルズ参加のトリプル A 級ハリスバーグの打撃コーチを務めた。2009年から2011年まではアメリカ独立リーグのアトランティックリーグに加盟するニューワークベアーズの監督を務めた。2017年終了時点でエクスポーズナショナルズの出塁、得点、ん打、三塁打、四球、投塁の球団記録保持者。 背番号30はエクスポズの永久欠番となった。2013年にカナダ野球伝道入りを果たした。2017年1月、四角最終年となる10年目でアメリカ野球伝道入りを果たした。四角最終年での表彰はレッド・ラフィング、ジョー・メド・ーイック、ラルフ・カイナー、ジム・ライスに次ぐ、史上5人目であった。7月30日に、 クーパーズタウンで開催された式典では一緒に表彰されたジェフ・バグウェル、イヴァン・ロドリゲスと共にスピーチを行った。ありがとうございます。